皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、二の国白き聖杯の女王実況プレイパート48やっていきます。二の国久しぶりの撮影ですさてですね、まあジャボを倒した後のまあ白き聖杯の女王編、その降り注ぐ白い灰のせいで、魔物のような状態になってしまった人たちを心の力で助けに行きます。でですね、もうすでにこれ48パートもやってきてね、ずっと気づいてなかったこの俺の間違い1個ありました。というのもですね、なんか空飛んでるぞというのもですね、この二の国白き聖杯の女王なんですけど、自分パート1からずっと漢字間違えてまして聖杯の杯は杯じゃなくてあの杯ですね今多分テロップで矢印出てます。あの杯の方の聖杯でした今更だったまあいいや、残り多分そんなに長くはないと思うんですが、もう、なんて言うの気を取り直してやっていきたいと思います。とりあえずコルネール王国に入ります。三国を回るんだけども、特に順番とかはないので、楽そうなところから攻めていきます。ほら村人たちがもうモンスターになってしまっていて襲いかかってきます。戦いのようですね。こんな風に戦闘になっちゃうんですよね。さあ行こうか。角田レベル16でこれ本当に強いもんな。一撃で HP 半分持ってった。よいしょ。ほい。でもやはり命中率の悪さが目立つか。志の違いです。ラースもね、力を貸してくれて本当に心強い。避けていくのは難しいかな。気をつけて。そうだ、郵便配達とかいろいろあるな。野生のおたけに。よっしゃ、一撃やった。まあジャボと戦う前にね、がっつりレベル上げましたからね。ゾンビだもん本当にこいつら。完全にバイオハザードだよ。一応もともと人間だったのか獣人だったのか、そのあたりはある程度分かりやすくはなってますけどもね。まあ初めてばっかだし、セーブはいいか、なんとかなるでしょう。見てクリスタル。うん、あれを壊せば。やっぱりやがったか国王様。そうしゃあない、おとなしく。灰に蝕まれたコルネール国王ニャンダル14世。待ってろ、もう食器に戻してやる。
行くぞ角田、言わなきゃいい、おたけび、おっと止めろ、暴れろ、よし攻撃力が高い、強い強い、言わなきゃ、よし、そんなに食らってない、大丈夫だ、いける、頑張れ、本当角田が強い、倒せい、お、二足歩行になった、いって、うわ、たったここがたったで、気をつけろ、ぐるぐるパンチには要注意やで、ナックルが飛んでくる前に攻撃を止めるんや、とにかく殴った方が良さそうだ、ビルスクラッチ毒か、お、やべ、これはめんどくさいな、解毒、ラースもね回復はできるので、くっ、不正でも吹っ飛ぶか、ゲロコしよう、よし、やった、言わなきゃくれい、おたけび、で、気迫、やろう、暴れろ、よし、技が出てくる前に攻撃をすれば止められる、そして角田攻撃力だけじゃなくて防御力も高い、防御、よし、そうだ、お、痛い、おいって、一回ジェムリアンにするか、連続切り、くそ、そっちの方が早かった、いって、あー、ちょっと早かった、これは食らうな、もうちょっと頑張ってくれ、よし、いける、くー気迫、止めろ、暴れろ、くー、もうちょいなんだな、ワンパンで吹っ飛ばされる、よいしょ、MP を回復しよう、接近しない方がいいのかな、うわ、イーゼラ、倒せた
いや、強かった。この調子で行こう。よし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 。後半強かったな。よし、レベル60。大回復。来た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 。一人を少し回復。これはもういらないかな。毒星。ココル、水晶はあそこだよ。頼む。うん。ココル行くね。フォーリー。ミーは何を。国王様、よかった。元に戻ったんですね。あんたは魔物になっちまってたんだよ。にゃんと。すまぬ、何も覚えておらぬ。もう大丈夫だよ、猫ちゃん。な、猫ちゃんって、こちらの人はな、この国の。よい、よいのじゃ。それにしてもにゃんたる深く。でも国王様、心の魔法で町の人々も元に戻ったはずです。おお、そうか。では早速、皆で国を立て直さねば。よし、あとは国王様に任せるで。オリバー、飛行艇に戻るか。よし、じゃあ次の町に行こう。もう一箇所くらい行けるでしょう。黒水晶、女王陛下が生み出した聖杯の源泉、金樹の要たる存在でございます。だが、それは浄化されたのである。聖杯の浄化、人にはなし得る所業です。やはり彼らは救世主なの。女王陛下、いかがなさるおつもりですか。慌てるな、聖杯。あれは除却に過ぎぬ。破滅への歩みがわずかに鈍っただけ。なるほど。人間どもが多少あがこうと死傷は少ないわけか。ええ、現在の彼らは束の間の希望に酔いしれし愚かな道化。ああ、人間など女王の手にかかれば期待しておりますよ、女王陛下。ところでシャザール殿、あなたあの少年と接触したようですが。ああ、彼らの浄化の力、それを確かめるため。確かめる。それは真実なのかしら。もしかしてまさかジャボーと同じに。同胞を信じられると申す。ざれごと。もうよい。女王陛下、しかしやめろと言っている。はは、女王。まあ、なんだかんだでね、助けてくれてるんだけどね。ココル、すごかったね。やっぱりあの魔法に灰を消す力があったんだよね。うん、灰をね、消す力。またえらい魔法やな。この娘さん、もしかするとオリバー以上の逸材かもしれへんで。へへ、オリバーも頑張ったよ。はい、お花、ご褒美だよ。え、花？珍しいお花だね。ココルちゃん、それどこに咲いてたの？あのね、クリスタルのところにあったの。クリスタル？ココルさんが壊した黒い水晶のことでしょうか。ってことは、この灰、灰の、この花、灰の降る町に咲いてたってことか。なんか変だぜ。ココルのお花、もらってね。うん、ありがとう、ココル。大事にするよ。さあ、この花に一体どんな意味があるんだろう。お。ねえねえ。お父様どうして寝てるの。はい、王女様。魔導王様はとても安らかに。どうしたの。どうして泣くの。いいえ、泣いてなど。王女様はこれから魔導王様の後を。後を。後を継いで心が王様になるの。はい、皆が望んでおりますので。
大丈夫なのかな。さて、王位継承の準備も整いましたぞ。すべてはこの12人の評議会にお任せくださればよいじゃ。そうですとも、姫様は何の心配もいりません。おい、見てみるがいい。何も知らない心王女。あら、もう王女じゃないのよ。おお、そうであったな。失礼しました、女王陛下。お綺麗ですよ、女王陛下。本日より私たちもレーナス女王陛下とお呼びいたしますね。ココロ、名前変わっちゃうの？はい、本日の王位継承の儀によってお名前も変わりました。国民が皆レイナス様を祝福しておりますよ。魔導王の後を継いで我が国をさらに良くしていってくださると。ココロ、女王なんて乗りたくないのに。ココル王女？うん、ココルだよ。いやいやいや、のんきに、うん、ココルだよ、やないで。ねえ、あれはココルのことなの？うん、ココルだよ。ということは、ココルちゃんって、どこかの王国のお姫様？うん、女王陛下ってことなんだ。おいおい、それじゃあその国の人間がほっとくわけねえだろうが。国を捨てた王子だっているくらいだから関係ないのかもよ。うん、手厳しいぜ。とにかくや、今さっき俺らが見たのが本間の話やったら、あれはどこの国で起こった出来事なんや。私たち、クロちゃんで世界中を旅してきたけど、それらしい王国ってどこにもなかったよね。ココルさんは以前、一の国にいたのですよね。では、あれは一の国の王国なのでは。でもさっきの花は二の国で見つけたものだよね。確かに、そもそもココルさんは二の国とも何か関係があるようですしね。もう嫌なの。何がやねん、ええから子供は黙っとき。子供じゃない。せやココル、あの花、黒い水晶を壊したとこに咲いとったんやな。うん、クリスタルのとこ。そして灰が降る町は他にもある、ちゅうことはやな。他の町でもさっきみたいな花が見つかるかもしれないってことか。その花の謎を解き明かせば、あの王国もココルさんの正体も明らかになる、ということでしょうか。ほな、あの花大事に持っとった方がええかもしれんな。そうだね、ココルちゃん、さっきのお花もらってもいいかな。うん、あげる。おい、和やかなムードのとこ悪いけどな、他の国はまだ灰の中だなんだぜ。うん、そうだね、みんなを助けなきゃ。祝福の花を手に入れた。よし、ココルは、まあ、どこかの国の女王様で、まあ、本来であればレーナスと名乗らなければならない存在のようです。まあ、もしかしたら、あの、ココルが使う魔法も、その国にね、伝わるものなのかもしれないですね。また、あの、評議会とか、灰の女王の動きも、なんていうか、不気味になってきましたし、これからどういう展開になっていくんでしょうか。今回ちょっと短いんですけれども、なんかちょっと、あのイベントで意外にも長くなってしまったので、今回この辺で一回区切っとこうかなと思います。はい。では二度国白き聖杯の女王実況プレイのパート48、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、学びできるなー。